ありがとうございます。さあ、まだまだお話を伺いたいところなんですが、そろそろ終了のお時間も近づいておりますので、最後に錦織選手の今後の抱負について聞かせてください。そうですね、まあ、1週間半後に有明で楽天オープンが始まるので、まずそこでしっかりいい結果を出して、まあ、今年またロンドンに、迎えれるようにしっかりこの、秋のシーズンを頑張りたいと思います。まあ、今後将来ジャパンさんと一緒にこうナンバーワンを目指せるような選手になっていきたいと思います。はい、力強いコメントをいただきました。ありがとうございます。ジャガーアンバサダーの錦織圭選手でした。ありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。